在東西皆の衆、月に村雲花に風、花に嵐のたとえあり、ままにならない浮世でもどんと行きましょう恐れずに、じっとこらえてひたむきに、きっと花咲く実をつける。歌は世につれ、世は歌につれ、歌う角には福来たる。さあさあ陽気ににぎやかに、演歌ジャックス始まり始まり。いや、いろいろ考え事してたら、あの、コバ、あ、歌仲間のあのマリちゃん、モネちゃんみたいな、MM みたいなと、それ今度考えとかなきゃいけないな、はい、うん、なんか私、コバちゃん太りすぎて、あの、舌も太ったから、コバが出てこへんのかと思った。足も太って、今28やで、サイズ。すごいですね。このままいったら30センチいくんちゃうかな。コバさんには夏バテしてもらわなあかんかもしれへんね、ちょっとスリムにね。いや、バテてんねんけどね。今週も内容盛りだくさんにお届けしてまいります、はい、ゲストは成瀬翔平さんです。お楽しみに。この番組はあなたの街のカラオケレインボーとご覧の各社の提供でお送りします。カラオケするならレインボー、カラオケするならレインボーやよー。平日夜1時間0円、昼ならさらに2時間0円、めちゃ安い。カラオケするなら番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。 K.I. キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。春色創作フラワーの林田夏実です。こんにちは。今月は春色創作フラワーとして涼しさを味わっていただくために、帽子、夏の帽子ですね、それとあのひまわり、なんかブルー系を少し使って涼しさを味わってもらうようにちょっとさせていただきました。それと今日の曲なんですが、大阪市の安藤さんからいただきました雪桟橋を歌わせていただきます。聴いてください。
皆さんこんにちは。本日はですね、素敵なセクシーなエリコ先生と岩本校長先生による懐かしのクラス会、ぜひお聞きくださいませ。友よ友よ友よ、懐かしの友よ、憧れの人も来る、遊び仲間もみんな元気か、変わりはないか、それぞれ敬愛キッチュークラブ、イエーイ、こんにちは、始まりました。さあ、はい、うん、はい、もうあの目の前ご覧になったら分かると思いますが、ガーコちゃんとピオちゃんともちゃんとね、これ変わったの、トミちゃんのコーナーだけのためにありがとうございます。なっちゃんが作ってくれたんですよね。そうです、林田先生が、はい、あのまあ、保育園の園長先生ですから、ね、あの子供たちが見た時に可愛いかなっていうので作ってくださいましたので。なるほどなるほど、はい、みんな見てる、あ、見てる、園長先生だよ頑張ってるよ頑張るよ。そんなとびちゃんにですね、はい、お便りいただいてるんですよ、はい、唐津市の川村よしこさんです、はい、宮崎の知人宅で番組を見ました。鳥羽一郎さんの曲を歌ってほしい、とびちゃん、はい、カサブランカ君、はい、もうすごくいい詩で、一言一言を、はい、味わいながらね、リクエストしてくださった方の気持ちを考えながら歌わせていただきました、うんうん、はい、カサブランカグッバイ、お聴きください。私はいつもあなたに別れ話はみっともないわ、ただ黙ってかさぶらんか、置いていってね、ドアの前、かさぶらんか、グッバイ、別れたい気持ち、白い花にカサブランカグッバイ、喋らないのが大人の別れ、
ューの遊び場レインボーワールドが橿原ツインゲートにボヨヨーンオープン。カラオケ平日昼2時間0円夜1時間0円、最新のダーツマシーンに卓球ビリヤードも、レンタルスタジオだってあるよ。大人も子供もみんなで遊ぼう、レインボーワールド。カラオケするならレインボー、カラオケするならレインボーやよー。平日夜1時間0円、昼ならさらに2時間0円、めっちゃ安い。カラオケするならレインボーやよー。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。はい、またパッと変わります。はい、そうですねいやなんかすごいでしょ、なっちゃんのやっぱ春色創作フラワーっていろんなところにやっぱ舞台こうね、装飾リクエストがあって行ってらっしゃるんですよ。おしゃれですよね、なんか僕まで入ってきますよね。あ、いい感じ、ね、はい、ということで自己PR。あ、そうですね、僕もね、いよいよあの新曲が9月の20何日かの水曜日に、あら来月だわ、発売ということで、なりましたんで、おめでとうございます。ありがとうございます。あの家族の絆いうのとね、あと、何やったかな、あなたの帰りを待ってます。あら、あの一応ね、飲酒運転撲滅と、あのちょっとオレオレ詐欺、あかんでみたいな、まあ、そういうメッセージ性のある歌なんだ。そうなんですよ。今回もそしたら CEO？ CEO は僕もちろんあの作詞家、作家なんで、先生なんで、で作曲は、まあ、あのちょっと、まあ、いろいろ声優で有名な方にお願いして、はい、ということで、はい、ありがとうございますコバさんにもご注目を、はい、はい、後半もまだまだ続きます。引き続きどうぞ。君の手をそっと握る夜、君の手をぎゅっと握る夜、せめてせめて忘れないで、雨になります。いい加減な女の流れ歌、日向恋しや懐かしや、今週のテーマは自己 PR です。はい、NN コンビのお二人にお伺いします。ありがとうございます。モネエンドマリですはい、モネから行かせていただきます。はい、はい、私はね、今月は、コリョドントコイ祭りというお祭りにですね、行かせていただきまして、コリョドントコイ、どちらの方の、はい、島根県は出雲に行ってまいりました。はい、もうすごいたくさんの人で、1000人ぐらい、はー、大きなお祭りや、ね、まあね、あの去年もですね、トンバラという島根県なんですけど、トンバラのお祭りに行かせていただいて、こう今年もまたオファーをいただいて、あら、もうすごい嬉しい、評判が評判を呼んで広がっていってる。来年も呼んでくださいついていくよ、ぜひぜひ、ね、このメンバーで行きたいですね。そうですね、MM ね、はいいやでもなんかこう広がっていくっていうのはすごいいいことですもんね。はい、そうですね、まあ、来年はこの3人でちょっとまたね呼んでいただけるように私営業していきます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございますマリちゃん。はい、はい、マリです。そうですね、私はあのちょっと先なんですけれども、あの9月の16日に川西市の敬老会で、あの北原美玲さん、そしてあの林芳子さん、あ、ごめんなさい、あの平和勝次さん、そしてあの八潮彩子さんとご一緒にあの出演させていただきますので、はい、川西市の皆様に、はい、お目にかかれます。
お目にかかりますちょっと天然のマリちゃんいきますので待っててくださいねはい、では今週の歌いきましょうか。はい、マリちゃんです。男と女の第2章。近づけば寂しいだけの心をつなぎ止めても、電話の向こうに誰かがいるのなら、今度の人だけは悲しませんないでね。 Yesterday 済んだことよ Yesterday 時のせいにして、私はあなたの枯れ葉になった。忘れないで、右手の指の中に、せめてせめて忘れないで、右手の指の中に。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。カラオケするならレインボー。カラオケするならレインボー。やよー。平日夜1時間0円。昼ならさらに2時間0円。めっちゃ安い。カラオケするなら番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。春まだ浅い合唱の里に十九の恋が咲き、思い重ねた日はいずこ、今日は悲しい一人歌。成瀬翔平さん、はぐれこきりこ。Oh.
ゲストコーナーです。今週のお客様は成瀬翔平さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、令和初になりますね。そうです、もちろんそうです。わーもう待ってました。ありがとうございますですね。私毎回言ってますけど、あの夏に成瀬さんにお会いしたいんですよ。涼しくなる感じがするから。去年もこの時期、そういつも言ってるでしょ、この時期ぐらい。人間ラジエーターって。いや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 、脱いだらラジエーターなんですよ。本当にいつもスリムでかっこよくて、ありがとうございます。今回音頭の恋歌、恋歌、はい、いい歌ですね。ええ歌でしょ、うん、温度ってどこか知ってます？調べたんです。はい、はい、呉の、はい、呉、広島県の呉、はい、呉の港のちょっとあの離れたとこなんですけども、はいはい、あの市で言えば呉市、呉市ですね。で、あのその海の向こうの倉橋島との間に温度の瀬戸という、あの非常に流れの速いところがありまして、ここはもう船がね、はい、もう見てるだけでも何隻も何隻も本当に通る、船の通る銀座みたいなところなんですけど、昔はねそこは浅くて通れなかったらしい、平の清盛という人が、はい、僕は知らないけども、あの人イラチで、大阪弁で言うと気が短い人で、あの倉橋島を回ってこう自分の作った厳島神社あるでしょ、あっちの方へ帰っていくのに時間かかると、はい、それでここをストンと通りたいというので、ここを掘削して作ったという説があります。でこれがね、あの工事がその日のうちに終わりたいって言ってたのに、あの夕日がもう沈んできた、はい、で岩の上上がって、うん、返せ戻せっちって言ったら、はい、夕日が戻ってきたっていう、ひまねき伝説って、あの辺で誰でも知ってる話なんですよ。え、神話のようですね。そこにある温度の船歌という民謡をベースにこの歌ができてるんです。もう彼もほとんど、温度の船歌の出だしそのままなんです、はい、だから民謡やってる方はおーっと思ってくれるんですけども、うん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 、一般の方にはちょいと難しい、はい、難易度はかなり高いと思います。これもやっぱりあのいつものカラオケ愛好家たちのハートをつかむために、はい、そうですね、あのでもすぐにできないけれども、というかはぐれこきりこ20年経ってるんですよ、もう鶴の前橋は16、17年になるんです、はい、でその難しい歌がいまだに歌い続けてくださってる、うん、そうするとこの20年後考えた時に20年後に残ってる歌をと思って、なるほど、今回は、はい、深いな、絶対に残ると思ってますけど、うん、はい、もう私は成瀬翔平さんのさえ渡る歌声はやっぱり歌謡界の宝やと思いますし、ありがとうございます。新しいこの新時代令和も、はい、さらにさらに切り開いていただきたいと思います。はい、頑張りますまた来週もお世話になります。よろしくお願いしま す, しします。ありがとうございました。それでは今週のエンディングは成瀬翔平さんの温度の恋歌をじっくりお聞きいただきながらお別れしたいと思います。成瀬さんの伸びやかな声が穏やかな瀬戸の海の情景と重なり、豊かな気持ちにさせてくれる名曲です。温度の恋歌。I'm not afraid to die.
月刊カラオケファンを毎月5名様にプレゼントいたします。ご意見ご感想をお書き添えの上こちらまでご応募ください。この番組はあなたの街のカラオケレインボーとご覧の各社の提供でお送りしました。